十七過剰協定17過剰協定署名十七過剰協定署名十七過剰協定は中華人民共和国がチベット東部を軍事制圧した後1五十一年五月二十三日北京において締結された中華人民共和国とチベットの間の政治的取り決めである正式呼称は中央人民政府とチベット地方政府のチベット平和解放に関する協議 17カ条の条文を有することから、17カ条、協定と略称される。1912年以来、チベット政府が求めてきた、中国とは別個の独立国としての国際的地位の、確立、元伝ポタンによる、チベット全土の統治を解除し、中華人民共和国によるチベットの併合を、祖国大家庭への復帰、チベット解放、チベット併合と位置づけ、 チベットなどを含むチベットの全土を中国の地方としつつ、元田ポタンをチベット部分のみの統治を担うチベット地方政府と位置づける内容を許する。一方で、引き続き元田ポタンによる民族自治の保障、チベットにおける現行政治制度の維持、中央政府が改革を強要しないこと、ダライラマの地位及び職権の保障、宗教信仰と 風俗習慣の尊重と寺院の保護、チベット語の尊重と独自教育の発展、各し改革への中央政府の不干渉、人民解放軍による蛮行の制御などを定めていた。この協定が締結される際、チベット政府の元首であるダライラマ14世は出席せず、代わりとして、チベット側の代表としてアボア・ワン・ジグメがこれに署名した。チベット政府は、 アボ・アワン・ジグメは協定締結時に使用した国示は、チベット政府の正式な国示ではなく、アボが事前に偽造した国示であり、協定締結はされていないと主張した。その一方で、中国政府は、アボの持参した国示は、チベットの正式なものであるとした見解の上、協定は締結されたと主張した。しかし、チベット議会がこれを認めなかったため、当時チベット議会で、 中国への併合について意見が分かれていたとされる、うち中国併合賛成派のアボは、ダライラマ14世に対して、離反を行い中国側につき、以降彼らは、チベット議会に参加しなくなったこの後、中国の中国人民解放軍は、チベットの首都ラサに侵攻、チベット軍と交戦状態に陥る。これにより、ダライラマ14世に17過剰協定を承認した。 ただしその17箇条協定は、最初に、アボが国事を推したものとは異なり、チベット政府単独による自治を認めていなかった。協定締結後、それに伴って、同協定第8条により、チベット軍は中国人民解放軍に編入された。以降、元チベット軍兵士や兵器は、しばらくの間チベット地域内に配属されていたと、されるが、 年々中国人民解放軍内に分散されていき、元チベット軍の施設も、博物館や展示物などに改装されているもの以外は、近代化に伴い建て替えなどが進んでいるため現在は、チベット地域に残るチベット軍の移行は、極めて少ない。1959年、ダライラマ14世は、ラサを脱出、インドへ亡命した。その途上、国境の手前で、ダライラマ14世は、 チベット臨時政府の発足と17カ条協定の正式破棄を宣言した。これにより中国政府側もチベット政府は廃止されたと公表し、これより17カ条協定は消滅した。中央人民政府とチベット地方政府のチベット兵は解放に関する協議中央人民政府とチベット地方政府のチベット兵は解放に関する協議。ありがとうございます。